登れてました、ヒーハー。小杉さん本日はお忙しい中、ブラックマヨネーズの小杉さんが登場したのは津市にあるベビースターラーメンのテーマパーク、おやつタウンです。3年前にオープンしたおやつタウンが明日リニューアルオープンするのに合わせ、 CM キャラクターを務める小杉さんのほか、東京オリンピックスポーツクライミングの銅メダリスト野口啓代さんらが登場しました。今回のリニューアルの最大の目玉は高さ9メートルの超どでかいジャングルジム。ボルダリングやネットで作られたトンネルなど、ワクワクする仕掛けが盛りだくさんです。子供の時にやっぱりこういう自分の常識を破壊されるぐらいでかいジャングルジムを見るっていうのは心の幅を広げるためにもね、見とくべきだと思いますね。他にもデジタル技術を使ったアトラクションを体験できるワクワクデジタルランドでは、スクリーンに現れるキャラクターにボールを当てて楽しむことができます。リニューアルしたおやつタウンは明日オープンします。